はい、どうも、石健です。今日はですね、オリンピックパリ五輪の開会式で、物議を醸した演出があって、で、そこに関して、五輪の大会委員会が謝罪したというニュースがあるんですけど、まあ、これについてちょっと話したいなというふうに思います。で、何があったのかっていう話と、まあ、それがこう、個人的にどう思うかっていう話、まあ、要は、この演出に対して賛成か反対かっていうのを、まあ、一番最後、話そうかなっていうふうに思うので、まあ、皆さんもぜひですね、それに対して、まあ、自分はこう思うとか、いやいや、その意見に反対だとあれば、ぜひコメント欄で教えていただければなと思います。で、最初にまず何があったのかっていうところなんですけど、パリ五輪スタートして、で、開会式があって、で、その開会式いろんな演出がありました。例えば、マリー・アントワネットが、首をこう切られて、なんか首がバーンと落ちるような演出、日本も結構昔から、仮想大賞とかでよくやられてる、首がバコッと落ちる演出があったりとか、まあ、そこに、バンドと一緒に、建物がですね、赤く染まるシーンとか、まあ結構いろいろこう、ショッキングなというか、目を引くような演出がたくさんあった開会式だったんですね。で、その中でも特に、ドラグクイーンと呼ばれる、まあ方たちがパフォーマンスをして、その中で、そこと合わせてですね、宗教的なモチーフだと思われた、まあこれここがポイントになってくるんですけど、いわゆる、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐のような、風景がですね、登場して、で、そこに、ぬるぬるっと、男性が出てきて、で、これが青い格好をした、まあ、半分裸というか、まあ、ほとんど全裸みたいな男性が出てきて、で、ここの演出がですね、特に物議を醸したという話に。で、ここが、まあ、まず何かというと、1個目にあるように、キリスト教への冒涜っていうことで、当初ですね、この演出、まさにその、神なのか、キリスト教に関する人なのか、具体的には分かっていなかったですけど、まあ、そういった人たちがこう横にずらーっと席に座って並んで、ワイワイ話してるみたいな、そういう、こう、絵が最初出てきたわけですね。で、それがまさに、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐、1495年に描かれた、まあ、世界で最も有名な絵画の一つのモチーフだとして、ここをですね、キリスト教の保守派と呼ばれる、まあ、人たちが特に反発をした。で、これ以外にも、キリスト教の保守派以外にも、やっぱイーロン・マスクだったりとか、フランス国内の右派だったりとか、それから、トランプ大統領、前大統領ですね、だったりが、批判をしたっていうところが、一つポイントになります。で、ここにはですね、何のじゃ背景があるのかというと、まずそのキリスト教のモチーフにおいて、いわゆる LGBTQ だったり、その中でもその一つの象徴的な、アイコン。まあ、それは全てではないし、その中の一つの象徴的なアイコンである、ドラッグクイーンという人たち、と呼ばれる人たちが、そこをキリスト教のモチーフの中で、演じている、動いているっていうことをよく思わない。まあ、なぜなら、キリスト教において LGBTQ というのは、まあ、長らく、差別的な、あるいは排除された立場にあったわけですね。だから、キリスト教の作品において、女性が出てくるのもほとんどないし、出てきたとしてもそれは男性の、ある種、周辺に置かれた存在としてほとんど描かれてきた。まあもちろん例外もありますし、じゃあ果たしてそうなのかっていう見直しが研究として行われていることも事実なんですけども、大枠としては、やっぱり男性がほとんどである。そして LGBTQ 性的マイノリティ、セクシャルマイノリティ、そういった人たちが描かれるのはもってのほかだというふうに考える人たちがいるわけですね。まあだからこそそのダ・ヴィンチの最後の晩餐、真ん中にキリストが座っていますけど、キリストと弟子の中に、LGBTQ あるいはドラッグクイーンの人たちが登場するっていうのは、それはキリストを今日侮辱しているようなものだというふうに言う人たちがいたわけですね。加えてそのキリスト教徒に限らずですね、宗教指導者、具体的に言うとイスラム教の指導者なんかも反発をして不快感を示した。それはなんでかっていうと、イスラム教であろうがキリスト教であろうが、やっぱり宗教をあるいは信仰を侮辱的、嘲笑的に描くっていうこと自体がやっぱり良くないよねっていう、まあ、考え方があるわけですね。だから宗派、宗教を超えて、今回のその持ち開会式の映像に対して不快感を示したっていうところがある。まあ、ここはまあ大きく前提ですね。で、加えて非常に今回特殊なケースだったのが、大会の委員会ですね。これは IOC ではなくて、パリの五輪の大会の委員会が、この演出っていうのは軽蔑の意図はなかったものの、誰かにを不快にさせたとしたら、それは申し訳ないっていうことを謝罪した。で、もしかしたら自分のツイッターとか、X とか YouTube とかを昔から見ていただいている方はよくご存知かもしれませんが、やっぱりその誰かを不快にさせたらごめんねっていう謝り方
方はあんまり良くないと思うんですね。それは、実質的にあんまり謝ってることにならないですし、何に対して謝ってるかもよくわからない。そういう意味では、今回の大会組織委員会の対応っていうのは僕は個人的には良くなかったっていうふうに思うんですけれども、問題はですね、もっと大きいところにあるということになります。で、それが何かというと、これ二つ目。そもそもこれが別にダヴィンチの最後の晩餐をモチーフにしていなかったっていうこと。つまり、宗教指導者、あるいはその中にはカトリックの関係者もいましたけれども、そういう人たちも、イーロン・マスクもトランプ氏も、みんな実は前提が間違っていたんじゃないかっていうところが、これ二つ目の論点になります。で、このじゃあ、今回のその青い男性がぬるぬるっと出てきて、わーとかやってる、この絵は何かっていうと、これヤン・ファン・ベイレルトという、オランダの画家の神々の共演という作品だったんですね。で、これは、晩餐、最後の晩餐が1400年代後半、まあ、ほぼ1500年に書かれたものから、だいたい150年ぐらい後に書かれた作品、1635年、日本で言うと江戸時代ぐらいに書かれた作品になる。確かに実はこれ、最後の晩餐からインスピレーションを受けているんですよ。実際に、その先ほど言ったように、後ろにだーっと、神々、あるいは、キリスト教で言うと弟子が、こう、座っているっていう、この構図自体はかなりダヴィンチの最後の晩餐に近いですし、おそらくこれはその作品からインスピレーションを受けたものだろう。なので、間違えて、初見で見た人が間違ってしまうのは仕方ない部分もあったんですけれども、これポイントはですね、この開会式の途中で、IOC の X ですね、が、中継というか、この開会式でデュオニソスが出てきましたね。っていうことをつぶやいてるんですよ。で、これ何の話かというと、デュオニソスっていうのはギリシャ神話に登場する豊穣と酒の神様で、要はギリシャ神話とか、まあそのローマの神話とかに登場するようなキリスト教からすると異教、まあ異なる宗教の神様なんですよ。で、実際にこのベイレルトが神々の共演で描いたっていうのもギリシャ神話の共演、まあお祝い事というかそういう様子を描いていたんですね。なのでこれ最後の晩餐のパロディではなくて、その、異教の神々を描いたものの作品のパロディだったっていうところが、これ今回のオチなんじゃないかっていうふうに言われているんですね。だから、キリスト教そもそも冒涜してるって批判が、その作品自体というか、演出自体とすれ違っていて、まあ、あれは別にキリストでもないし、答えはデュオニソスだし、まあ、なんで青かったのかっていう、まあ、いろいろその演出の個々の、これはなんでなんだろうとか、これはよくわかんないなっていうツッコミはあるんですけど、でも、大前提として、別の作品だったっていうところが、まあ、ポイントになります。で、しかも、考えてみたら、このオリンポス十二神、まあ、要は、オリンピックと深い関係がある神様がみんなで祝っている。で、特にあそこのパートのテーマ自体が、まあ、祝賀とか祝福みたいなことがテーマだったようなので、じゃあそこに合わせてオリンピックと深いつながりがある神様たちの、つまりそれがワイワイしているところを描いたんだっていうのは、まあ、説明としてはすごく筋が通っていて、で、なんで最後の晩餐なのかっていうよりは、いや、神々の共演でしたっていう方が、まあ、ある種しっくりくる部分もあるので、まあ、そういう意味でも、あのモチーフ、演出を、まあ、正しく理解することっていうのが、まず一つ大事だったんじゃないかなと思います。で、ただ、ここにはもう一つ、問題が残されていて、それが、まあ、三つ目に挙げている、キリスト教へのヘイトクライムとパロディ問題ということで、まず、実は2023年、去年ですね、キリスト教徒に対するヘイトクライムがフランスにおいてすごく増えている。具体的には1000件近くなっているんですよね。で、もう一つの問題が、シャルリーエブドっていう、9年前、2015年なので約10年前に起こった事件。これはシャルリーエブドという風刺画を主に掲載する雑誌新聞に対して、イスラム教の過激者っていうのが起こってですね、このシャルリーエブドとい う新聞社出版社を襲撃してですね、言ったという、まあ、テロ事件が。なので、10年前に、その、宗教のモチーフ、宗教を描くことの問題と表現の自由の問題っていうのは、すごくこの緊張関係というか、どうあるべきかが議論されたんですよね。まあ、なので、まず今回の開会式で言えることは、もしかすると、マリー・アントワネットから、今回のその神々の共演のモチーフがあって、そしてそれ自体がその現代のフランスが直面してきた、最近直面してきたこの宗教と表現の自由の関係っていうのを、まあ、示唆するものになった。これは意図した
ことかはわからないですけれども、まあ、そういう位置づけであったっていうことは一つ押さえておく必要がある。このシャルリー・エブド以来ずっとフランスが問われていること、うん、で特に当時はイスラム教の民をパロディとして描くことが表現の自由の範疇で許されるのかっていう問題でしたが、今は同時に例えばオリンピックの選手あるいはフランスに暮らすイスラム教徒がヒジャブを被るのかとか、その顔を出さないようにして暮らすことを過ごすことっていうのがフランスの理念とどこまで合致しているのかっていうすごく、アクチュアルなというか現実的な問題になっていて、いろんな議論がある。そしてその問題と同時に、じゃあキリスト教徒っていうのがもちろんマジョリティではあるけれども、必ずしも昔のようにキリスト教を信仰している人がフランスにおいても多くない。そしてキリスト教に対するヘイトクライムが起きている。こういうところの中で、いやいやあれはキリスト教を冒涜するものだっていうふうに感じた人も、まあ、おそらく多かったんだろうという、その単にあの演出を見るだけじゃなくて、現実で起きている、そして起きてきた様々な事件を念頭に置きながら、あの問題を、あの演出について、まあ我々は考えていかなくちゃいけないというところが、まあもう一つ大事なポイントなのかなというふうに思っています。で、まあ個人的にじゃあ結論としてどう思うのかというと、やっぱりあの演出に対しては、まあフランスらしいなっていうところが一番最初に感じた感想なんですよね。例えばその多様性について表現しようといったとき、これがもしアメリカだったら、同性愛者として有名なハリウッドスターを呼んできて彼らに語らせるっていう、こういうところで終わったかもしれない。だけどフランスっていう表現、まあ、さっきまさに言ったように表現の自由をかなり広く取るとか、それに対してある種論争的なパフォーマンスとか表彰も含めて議論をするというのが文化的な伝統としてある国だからこそ、絶対に反発とかそれに対しての脳を声に出すような人がいるということを、まあ、想定しながらあの開会式を作ったんだと思うんですね。で、その中には単に国民のナショナルアイデンティティを刺激するもの、例えばまあ中国の北京オリンピックであれば、やっぱり民族をこう最終的に何かこうガッと一つのこう中国的なものにこう集めて、これが中国ですっていうナショナルアイデンティティをこう高揚させるような演出をしたし、日本であれば東京五輪であれば、あれ結局これ何が言いたかったのかよくわかんない、なんか折衷的なものになって、なんかメッセージがなんかこれはあったのかどうかみたいな、そういうものになってしまいましたけど、フランスってもっともっとこれはなんか革命です、フランス革命です、それから王が出てきて、で、はい、じゃじゃーんみたいな、我々はなんか、それこそルイ・ヴィトンの、介入の話とかが問題になってますけど、そういうものも含めて、これがナショナルアイデンティティですってバーンって打ち出すこともできたと思うんですけど、でも、そうじゃない、ある種その緊張関係を示唆するような、ドラッグクイーンを前面に出して、その、パフォーマンスがおそらく、批判を一部の人から集めるっていうことを想定して、まあ、作ってる。そういう、単純なナショナルアイデンティティの問題に回収されない開会式を作ったっていう意味では、すごくフランスらしい、興味深いものだったんじゃないかなっていうのが一つ。で、もう一つはやっぱりじゃあ、そこに対して批判が出てきたときに、いやいや、あれは、それは、なんかその多様性を否定する、多様性の押し付けだっていう、まあ、よくある紋切り型の批判に対して、いやいや、これは多様性の押し付けだという人は差別主義者ですっていう、もうよくある返しをしてるんじゃ、するんじゃなくて、やっぱりそこから先に、このキリスト教のヘイトクライムとかパロディの問題とか、みたいな根源的な議論に押し進めていく必要がある。で、もうちょっと言うと、例えば、アルジェリアの問題、アルジェリアの代表団が花をセーヌ川に投げ込んだとか、それから、イスラエル、パレスチナの問題がある中で、なぜロシアは五輪に出れないのに、イスラエルは出ているのかとか、もっとその五輪をめぐる政治的な問題っていうのはたくさんあって、もっとそういう政治的な議論に押し進めてこそ、まあ、あの開会式のあのモチーフ、あの演出の意味っていうのが、まあ、出てくる。
と思うので、まあ、そういう議論がですね、なんか必要なんじゃないかなというふうに思いました。はい、ということで、今日は以上になりますが、皆さんもぜひですね、まあ、あの演出が良かった、悪かった、自分は賛成、反対、まあ、そういったいろんな意見をですね、コメント欄で教えていただければなと思います。では、以上です。